はい、こんにちは、こうへいでございます。ということでですね、今回なんですけれども、先日、ラブライブスーパースターリエラのですね、ライブを皮切りに、ラブライブシリーズでも、いよいよ声出し解禁がされますよというですね、お話をさせていただきました。そんなね、話をした、先日でございますけれども、最近ね、確か、お台場超次元音楽祭でしたっけ？こちらのね、外部フェスもですね、例年は声出し、ここ2、3年はね、声出し NG だったんですけども、それもですね、声出し解禁となりまして、本当にですね、アニソン音楽業界でも、声出し解禁のですね、流れがどんどん、加速しているな、という状態でございます。これね、今年の多分アニ様も声出し解禁されるんじゃないかなって、ガチで思ってます。そのためですね、2023年はね、本当に声出しが解禁されて、ライブの楽しみ方がね、もう本来の、楽しみ方、元に戻ってきてる、来るね、年なんじゃないかなと思ってますけれども、今回はですね、そんなリエラのですね、サードラブライブツアー We Will 埼玉公演が声出し解禁されたことによって、ブルーレイが、つまりはですね、応募シリアル、最速抽選の応募シリアルであるブルーレイがですね、ちょっと品不足になっているよということをですね、話したいなというふうに思います。はい。これはですね、シチュエーション的には似てますね。何かがあると、そのライブで何かアクションが起きると、その応募シリアルが全国的に、品不足になるという状態。これはですね、かつても動画で出しましたけれども、例えばね、最近で言うと、わかりやすい例で言うと、アズナですね。はい。アズナのですね、ユニットライブ。これに限っては、全国的に CD がですね、一時的に、応募シリアルが CD だったんですけども、これが品不足になったと。これはですね、楠木智さんにとっての、有機説内閣の最後の、ライブだったということが突然発表されたということになりましたので、シリアルがもう全国的に品不足になったわけでございますよ。で、今回はですね、リエラの場合は、声出し解禁ということがですね、後出しで発表されたと。で、しかも、そのシリアルが、まだ応募できる状態、応募期間内に発表されたということなので、ブルーレイが、品不足になってるわけでございますよね。でね、これについて思ったことなんですけれども、要はね、皆さんが多分思ってるのは、倍率が高くなっちゃうんじゃないかという懸念ですね。今回ですね、キャパ半減でライブ開催されるんですけれども、キャパ半減だと、その分当然倍率高くなるわけですよね。そうなると、で、しかもシリアルが不足してると、品不足になってるってことなので、倍率高くなるんじゃないかなっていうのが多分ね、皆さんの共通の認識だと思うんですけども、確かに、シリアルがね、ちょっと不足して、倍率高くなる可能性はあると思いますけども、皆さんがすごい、恐れるほど、倍率がえらい高くなるかというと、案外そうでもないのかな、というふうには感じている自分がいます。というのもですね、シリアルが不足するっていうのは、基本的に2パターンあるわけですよね。まず一つが、皆さんが思ってる純粋にライブに行きたいと思う方が増えて、そのブルーレイを買おうとなっていると。それでネットだったり店舗でも、在庫が不足しているというパターンがあるんですよね。これがまず一つ目。そして二つ目のシリアル不足の要因としては、すでに応募してた人たちが追加で申し込みをしようと。つまりシリアルを応募する枚数、積む枚数を増やそうと考えていると。この2パターンのどちらかがあるんですよね。でね、僕はね、もちろんね、一番の、純粋に応募したい人が増えたっていうのもあると思いますけども、どちらかというと2番の要因の方が多いんじゃないかなって、思ってます。で、さらに言いますと、今回のね、ライブ、一応ね、シリアルの売り上げが何枚なんだろう、ちょっとわかりませんけれども、仮にブルーレイがね、1万枚売れたとしましょう。1万枚仮にね、ちょっとわかりませんよ。売れたとして、じゃあ応募総数が1万枚なのかっていうとね、必ずしもそうとは限らないんですよね。これもね、ちょっと勘違いしてる人いるんですけれども、っていうか基本的にね、少ないケースが多いです。ブルーレイの売り上げ枚数と、応募総数で見た場合、応募総数の方が少ないパターンが基本的にはどのライブ、どの現場でも多いです。これはリーダーに限って話じゃないです。全てのね、業界で言えることなんですけども、まあ理由としては簡単で、まずね、そもそも 100% の応募率とは限らないという話もありますし、あともう一つ、これはね、さっきも話しましたけども、一人で複数枚応募するケースがあると。これがですね、要因二つ目ですね。要は複数枚申し込むケースがあると。そう思うと、仮にね、ブルーレイが1万枚売れたとしても、応募総数1万人とは限らないと。例えば全員がね、2枚近く申し込んでいた場合、応募総数は5000人になるわけじゃないですか。もし3枚申し込んでたら応募総数、3300人ぐらいとかってなって、1人当たりの申し込み枚数が増えるごとに、応募総数って減るわけじゃないですか。なのでね、今回もその傾向なんじゃないかなと思っています。もちろんね、これがね、ブルーレイの売り上げ枚数が2万枚、3万枚売れましたとかってなった場合、これはね、ちょっとね、そこまでいったらちょっと警戒しなきゃいけないなとも思うんですけれども、ただね、応募総数的にね、見ても、多分ね、応募総数というか売り上げ枚数的にね、多分1万枚いったかいってないかぐらいだと思いますので、えらい警戒しすぎる必要はないかなというふうにも個人的には感じました。もう一つなんですけれども、ちょっとね、これは懸念しなきゃいけないことだなと思うんですけども、今回ですね、4連番できるんですよ。つまり、1人当たりの申し込み枚数4枚まで申し込みできるというラブライブじゃ初めての試みなんですけれども、要は4連番できると。4人連れてね、ライブ参加することができるんですけども、4人申し込みの人に関しては、ちょっとね、不安かもしれないですね。はい。僕もね、4人申し込みしてるんですけども、ちょっとね、1枚申し込みじゃ若干不安かもしれない。その応募総数見たときに、要は、1枠で4席埋めれるかっていう、ちょっと若干の不安要素はね、メンタル的にありますので、1枚申し込み、2枚申し込みとかって方は、多分大丈夫だと思いますが、ただね、4人申し込みの場合だと、その限りではないというちょっと不安要素が若干ながら、僕自身もね、含めてですけど、ありますので、そういった場合の保険でね、ちょっと多めに申し込みをしておく、シリアルを多く用意しておくっていうのは、一つの策としてありなんじゃないかなというふうに考えています。皆さんはですね、今回というか最近ね、ブルーレイ、つまり応募シリアルがですね、ちょっと品不足になっているそうなんですけども、これについてね、思ったことなどあればね、ぜひね、コメントにね、ぜひね、書いてください。よろしくお願いします。何はともあれね、ライブの規制が緩くなると、その分ね、ライブの満足度も全体的に上がりますので、そうするとね、ライブにもう一回行きたいっていうね、リピート率が増えます。そうすると、またね、ライブに参加したいって人が増えてという好循環が生まれますので、これ自体はね、すごい、コンテンツの反映という意味ではいいことなのかなと感じました。もしですね、この動画がいいなと思って、グッドボタン、高評価、おべ、チャンネル登録などよろしくお願いします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。